はい、ベネアス。はい、こちら。スクリーム、オア、ダイ。まあ、一応、ホラーゲームなんですけどね。見ての通り。値段見てほしいですね。はい。22,000円です。まあ、前回ね、また22,000円のゲームやったんですけど、その、なんだっけね、前回は、お猿さんとね、恐竜が戦うっていうゲームだったんですけど、まあ、くだらないゲームでした。5、6分で終わるような。一個ね、そのゲーム作った方の中に気になるゲームがありまして、こちらですよ。22,000円なんだよ、同じ。なんか知らないけど、クソ強気なんですよね。で、一応ただ、なんかやや好評なんですよ。22,000円でやや好評って何?と思ったんですけどね。なんか若干勝手に今 PV が始まったし、押してねえのに。なんかホラー味があるんですけど、ちょっとまあこれ気になっちゃいまして。で、一応ね、日本語のレビューなんですけど、しっかり、おすすめしません。プレイヤーがマイクを通して叫ぶゲームではなくて、ゲーム内のプレイヤーが、一応あったんですよね。Don't Scream ってゲームが。プレイヤーがマイクを通して設定して喋ったら終わりみたいな強制終了のゲームがあって、それのテイストのくせに違うんですよね、これ。まあ僕は違うんじゃないかと初めから思ってました。はい。この技術力的に。マイクを通して喋るのかと思ったら、ゲーム内のキャラが、叫ぶんかいってなりました。ゲームの内容は迷路を進むだけ、クリア時間は2、3分です。すごいですね、もう。これです。やっぱこれですよ。これやっぱやらずして語れないような。一応ね、どんなゲームか。ホラーゲーム。プレイヤーはアニマトロニクスを使って迷路から抜け出す方法があります。アニマトロンが近づくとプレイヤーのライフが減ります。アニマトロンを怖がらせるにはキーボードキーの F を使用して叫ぶと。で、これは自分の声じゃないですね。叫ぶ声にはクールタイムがあるので、いつ叫ぶかいつ逃げるかを慎重に考える必要があります。はい。迷路を楽しんでください。いや、もういかにもクソなんですけどね。22,000円がやっぱでかいよな。これ以上でもこれ以下でもない。はい。今日もね、この、クソ高額ホラゲー、研究していこうと思います。お願いします。はい、ということでね、買いましたね。いやー、これ何度やってもね、嫌ですね、本当に。うん、シンプル22,000円、すげえ嫌。さあ、やっていきましょうか。一応、これがもうメニュー画面、いや、メニューないですね。なんか、始まったのかな、これ。もうなんか若干音声怖いな、これ。ESC キー。音量がちょっとあって。音量変えたらそのまま視点も変わってんだよ、後ろのホラーゲームの。なんだこれ。一応音量は聞くんだ。で、感度は一切聞かないみたいな感じですか。はい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 。で、WASD 移動で。まあ、世界観ホラーゲーっぽいね。うわぁ、びっくりした。おおおおおお、俺なんだ、なんだこれ。 F キーで、失礼。わぁ、なるほど。 F キーで、これがうわーって叫べるんだ。叫ぶと今このでかい赤ちゃんみたいな、レベル6クリアしたわ。なんだこれ。変な称号があるわ、これ。で、赤ちゃんうおーって言うと、あ、逃げるんだ。シュールだな、これ。うわーって叫ぶと、この赤ちゃんが急におむつぶして逃げるんですね。これが22,000円のホラーゲームですか。だから逆にちょっとこれ芸術性あるな。ああ、死んじゃった。なんだこれ。ちょっとじゃあ進んでみましょうか。とりあえずは。迷路か?こっちでいいのかな?まあ、幽霊来たら赤ちゃんの。ただ赤ちゃん以外もいそうなんだな。とりあえず F キーで叫ぶみたいな。上は天井。あ、なるほど。普通にいますね、こっちにね。うわ、反対あるんだ、これ。吠えると急にそぽ向くって、赤ちゃんが。なんだ、これ。むしろ、この、バックボーンの、この、一定の、この BGM。この、叫び声の。こっちは若干怖いんだけど。あ、なんか、キモいのいる。何この、キモい、アヒルみたいな。うわ、反対あるんかい。吠えると、あ、でも吠えるとやっぱり消えるんだ。そぽ向いて。確かにみんなこれ、自分の叫び声と勘違いしただろうな。まあ、レックってついてんのはね、あれっぽいね、なんだっけ、ごめんなさい。だから心拍数のゲーム。うん、また、だって、ホラーゲームは心拍数か。サイレントヒルじゃなくて、なんか、ああ、あるんですよね。うん、まあ、そんな感じの、はいはい、前のもいいや。まあ、若干ホラーゲームとしてはしっかりして、しっかりしてないか。BGM うるさすぎて。これ、キャーの、結構これ音量絞ってんだけど、今。後ろはよくホラーゲーであるような。シフトキーでダッシュもないわ。後ろには戻れませんって感じか。わかりました。じゃあ、まっすぐ行ってみて。こっちも、特に問題ないか。ん?この辺からアヒルいるのか?
あ、あ、今どっち来たこれ。お、なんだ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 、どっから、どっから。あ、いや、こいつなんなんこいつ。こいつこっちは判定ないんだけど。なあ。あと普通なんか、ホラーゲームってさ、追ってくるもんじゃないの？ね、こっちに。まあ、いた追い返すか。お前、どこいた？なんでお前、壁越しで来んの？これ、後ろとか前からさ、急にグワーって来るもんじゃん。一切来ねえんだよな。こっちは、あ、行き止まりっすね。あ、ちゃんとした迷路してますね。で？ああ、赤ちゃんいる。なんだろうな。怖くないんだよな。うん。なんでなんだろう。2万2000円だから可能性があるこれ。あとまあ、そんなに怖い。まず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 。普通 HP が少ない。一旦追い返すか。とりあえず一旦。うん。一旦追い返してこそおむつにするわ。普通叫びで逃げるんだよな。うおー、やばいやばい、入れる。先ほど消えるんだよな。何その移動スタイル。そんな移動ある？ホラーゲームで。そんな移動ある？お前これ。斜めに移動するみたいな。やばいやばい。一旦追い返して、クールダウンがあるから叫び声だな。進めで引っかかったこいつらに。まずい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 。なんかいっぱいいるいっぱいいるいっぱい、なんだこれ。いっぱいいるこいつら。一応ルール分かりましたね。一応これで移動していって、はい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 。ちょっとこのヒッサーテレビが若干うるせえなこれ。じゃあこの絞っていいですか。とりあえず赤ちゃんが降ってくる。でもまあ一応ホラーゲームとしてはまあね、暗闇にしてだから迷路チックにしてダメージ判定やったらホラーゲーム理論あるからな。ちょっと地味に迷路むずいわこれ。若干腹立つなこの迷路な、むずくて。とりあえず逆側来て、謎にちょっとこのね、前のあの大の VS ゴリラだっけな、あれもあのこうなんか曲がいいみたいなね、あったんだけど、なんかリズム感はあるな、このスクリーム叫び声のキャーって女性のやつと。ちょっとこれシュールっすね、これ逃げる。なんでこっち、抜けてくんだ、これ。このホラーは一体何なんだろうね。でも赤ちゃんって考えると。判定あるんすね。ただ叫ぶと普通に消えるんだよな。あと普通に、結構前代未聞でこの、ホラーゲーの幽霊に、まあ一応幽霊扱いか、触れるっていう。あと普通に道がわかんない、これ。こっちか。ただちょっとこれ長時間やると不気味ですね。でも定期的にこの叫び声聞こえるってのは人間ってのはおそらく不安になるんでしょうね。え、迷った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 。意外と騎士が迷うとこれ。え、これスチームのあれだったら2、3分でクリア結構すごくない？ RTA むずいぞこれ。一旦リスタートして、で、この多分正規ルートこっちに1本で、そろそろ多分赤ちゃんのはず。右に行って、左で、あ？赤ちゃんか。一旦赤ちゃん追い返して、赤ちゃん、なんか別のやつもいる、赤ちゃんじゃないやつ。なんかピエロみたいなのいる、なんだこれ。ははは、シュールだなこれ。意味不明すぎてシュールだなこれ。ピエロもいる。なんか豊富だな、バラエティ。なんだこのピエロ。ピエロを叫ぶとこう後ろ向いて帰るんだよな。ちょっと可愛いなこれ。こっちか。結構くねくね回ってるんです。あ、なんだこれ。え、なんもないけど。あれこれ、まちゃんこれスタートか、これ。あれ、スタート地点帰ってきちゃいましたかね、もしかしたら。地味にむずいなこれ。これ2、3分でクリアすごいな。
これ難しいですね。いったでピエロを追い返して、で、あー、来て迷路の方に出たこと、幽霊のギミックに吠えると方向感覚を失います。あ、多分合ってるわ。このヒヨコの妖精がいるから、じゃあヒヨコの、おお、そう吹っ飛んだ。なんだこれ、上行ったんだけど、迷路の、そんなことある、え、迷路の上行った、こんな解決方法あるねえ、ホラゲーで迷宮の上歩くっていう、デバッグしちゃったよ俺これ。え、こういうこと、一旦叫びは別の妖精来ないから、まあ迷宮もね、上から見れば余裕理論がありますからね。こっちでいいかな、なんだこれ、ガバガバ、あ、落ちた、ガバガバすぎんだろこれ。結構今迷路あったな、こう見たらめっちゃ敵いっぱいいるんだよな。若干比べおかしくなるんだこれ、見えねえ見えねえ、 お前らで見えないカメラが。いいわ、何、あ、いい、炎だけんじゃん、体罰の。あ、なるほど、道しるべできんだ、いい、キー強いな。いった炎で、わあ、むず、迷った、完全に前後わかんねえ。こ、あ、なんかドアある、ここか、ドアちっちゃ、あ、クリアした。なんだこれ、結局何を示すんだこれ、一応ドア開いたのか、まあそれがね、夢の国だったのかもしれませんし。いやー、なるほど、普通になんか20分ぐらいかかっちゃいましたけど、そうですね、まあ、2万2000社にしてはなんかこう世界観というかね、ずっとこの叫んでる BGM も含めて、まあやっぱホラー芸術性あったって感じですかね。まあメタファーかもしれないな、近年のなんかホラーって言いながら驚かせればいいみたいな、そういうのにやっぱこうね、ちゃんとこう叫び声とか音楽性とかね、こういう敵のユニークさで、追い込んでくる、一石を投じるような、現代のこの軽い、怖けりゃいいんでしょう、びっくりさせりゃいいんでしょうっていうのに、そのなんかテーマ性を感じる作品でしたね。はい、これは深いわ。なんだこれ。